匂い。めちゃくちゃ甘いよ、このぶどう。やめる息子的に言うとは。体が超えてきてる。すごいですね。すごいじゃん。面白いか？田中さんは、とにかくフルーツがうまいですよ。うん、これ、やめる息子ね。そうですね。フルーツの舌だけで、めちゃくちゃ濃いです。あ、確かに。どうしようかな。勝負ですね。うまくこう、シャコシャコするんだよね。その通りです。2杯分飲める分量になってます。ね、なので、1杯目は軽く潰して飲んでいただいて、2杯目はしっかりフルーツを潰して、果実エキスをたっぷり出して飲んでいただくっていうのが僕のおすすめでございます。ちょっとオレンジだけ言ってみていい？はい。これオレンジだよね。オレンジが大きいですよね。やっぱりグレープフルーツサイズじゃん。肩から見たら、もうおっさんがフルーツ潰してるのって、だいぶやばい人だよね。ここにちょっとオレンジだけちょっといけたんで、いいじゃん、いや、うん、これぐらいにしようかな。ちなみに茶葉はスリランカと沖縄の茶葉をフルーツティー用にブレンドした茶葉になります。紅茶の味がしっかりする。オレンジだけ潰したから匂いは完全にオレンジだ。飲むと紅茶、オレンジの甘みがめちゃくちゃ出てるから、シロップが全然うまい。すごく美味しい。これは食べなそう。食べちゃっていいよね。食べちゃいましょう。めちゃくちゃ甘いよ、このぶどう。これすごいよ、これ。ちょっとさ、おかめっていい。味変がさ、楽しみたいからさ、こうちょっと次レモンいってみようよ。レモンもこれ絶対うまいと思う。やめる息子的に言うとは、かなり超えてきてる。田中さんの勝ちですね。肉がすげえ、これ。ほんとですね。これ、果肉たっぷりだよ。完璧に混ざり合った味がする。なんかこれもっていいなぁ。ちょっとこれ、切りちゃっていい？これ、オレンジもったいないわ。めっちゃ痛い。せっかくだからシロップ入れていい？あ、ぜひ。これもうね、紅茶の概念超えてるね。でも味は、こんだけフルーツ入れてもしっかり紅茶の味すんだわ。なるほど。どうかな。あ、これ。これちょっとね、普通の紅茶じゃないよ。本当に。ちょっとじゃあ、このまま、おっさん一人で、贅沢な午後の紅茶を楽しむんで、このまま、失礼します。